グチャンネル。きたー、おなじみのね、おなじみのこの、おおー、はい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 、急に設定が始まったけど、言語は日本語があるなら日本語がいいね。字幕はオン、テキストサイズちょっと大きめにしたいな。あ、いいね。なんかめっちゃ喋ってるけど。メインメニューからその他のオプション、なるほど。ということでね、ハグです。今回からマインクラフトレジェンズをやっていこうかなと思います。なんかうまく喋れてないけどいいや。こちらね、4月になって新しくリリースされたマインクラフトの別のゲーム、マインクラフトレジェンズですね。まあ、以前にマインクラフトダンジョンズっていうマインクラフトとは違うゲームが出たんですけど、今回も新しく別ゲーが出ました。さあ、オープニングだね。これはマインクラフトの世界だね。ちょっとが画面がガクガクしてるけど、いいね。おお、ゾンビが。こんな綺麗だっけこの人、村人。優しい。あ、ネザーポータルだ。はい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 。何？あ、ピグリン。ピグリンだよね。あ。肉になった。一瞬で。あ。下向いた。かわいい、下向いてる。え、あ、あー、ゾンビさん。やば、なんかさ、ロード・オブ・ザ・リングみたいじゃない？わかる？これめちゃくちゃ、これロード・オブ・ザ・リング感強いね、この映像。はい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 。おお、攻めてきてる、攻めてきてる。なんか、何？何これは？アクションとナレッジは私たち。喋った。一緒にこれを見ない。文字ちっちゃ。何何何何？誰？見えてないってことかな。これは何？別のゲートだ。フォアサイト。フォアサイト。君も私たちも恐れている。声結構低いな。こんなことになってしまって悲しいのよ。見た目とのギャップがすごい。始めましょうか。あ、フォアサイトはこの四つ目の人だね。何を始めんの？何何何何？うわ、すごいな。お、これはよく作るね、採掘場。うわ、掘ってる掘ってる。こんにちは。驚かせるつもりはなかったんだ。すごいすごい、アクション。あなたの勇気と創造性に助けを求めることにしたわ。私たちの世界は攻撃を受けているの。はいはい。これはあなただけが防げる危機。時間がないの。私たちを助けてくれないかしら。あ、そういう、あ、スニークでうなずいてるわ。ありがとう。さあ、勇敢なヒーロー、私たちと共に行くのよ。少しだけ待ってくれないか。もうすぐできるだろう。ナレッジってあのちっちゃい子だよね。多分。ようこそ。あなたに頼みたいことがたくさんあるの。
はい、ヒーローを選択してくださいっていう画面になりました。ヒーローズっていうのが何体かいるのか心配無用です。後でヒーローを変更することができます。なるほどね。だから今は特に、なんだろう、こだわらなくていいのか。まあじゃあこのデフォルトでこの右下の子が選択されてたからこの子でいっか。キャンペーン、レジェンドになろう、対戦モード、毎月の新しい冒険、マーケット。なるほどね。とりあえずキャンペーンかな。新しいストーリー。こんにちは。大丈夫か。あ、はいはいはい。このナレッジとさ、アクション、この多分右のでかいやつ、もう声がさ、逆なんだよね。高えな、アクションの声。違う状況であっていればよかったけれど、この世界は今攻撃されている。はいはいはい。これはオープニングの話だよね。ピグリンという汚れた生き物が、この平和な土地とここに住むすべての生き物を征服しようとしているの。はいはい。ピグリンと戦うのね。必要なんだ。でも心配しないで、君は一人じゃない。ミオ、何と言ってみたいと思っていた。君にお見せしよう。ギター、ギフト、ギター、ギフト、リュートで正しいメロディーを奏でる。リュートね。安全に保管し、あ、アレイ、何でも立ててくれる。あ、へえ。この中で創造の炎を燃やすのよ。その炎が共に戦ってくれる仲間を呼ぶわ。ふむふむ。うわあ、かわいい。たちはあなたがオーバーワールドを防衛するのを手助けしてくれるわ。ふんふんふん。これが勇気の旗だよ。オーバーワールドっていうのはマイクラでいう、あの、スタートして初めてこう降り立つ、あの、地上のことだよね。かわいいな、こいつ。ピグリンの上は開くことを知らない。奴らはすでにオーバーワールドに拠点を持っているわ。止めなければ全てをむさぼり食うでしょう。このネザーから出てきちゃってるんだ。はいはいはい。でも君ならできる。だからこそ私たちは君を呼んだ。君こそが。声が逆なんだよ。おお来ちゃった来ちゃった。時間はないが。おお、すげえすげえすげえ。について説明するくらいはできる。ああ、来たー、チュートリアル来たー。試練が待ち受けているかわからなくなった。この道具の使い方を早くマスターしてしまう。はい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 。アクションのところに、アクションね、始めよう。はい、ちょっと設定いじっていいですか。はい、テキストの読み上げをオフにして文字サイズを大きくしました。移動する、B を押してジャンプね。 OKOKOK。 なるほど。なんかちょっとカクついてる気もするけど、あ、現在ね、これね、スイッチ版をプレイしてるんですよね。一応 PC 版とかもあると思うんだけど、一旦スイッチ版でと思って、多分ね、スイッチでやる人多いかなと思ったんで、まあ、どんな、まあ、ちゃんと動くのかとかあるから、それもね、この動画を見て参考にしてもらえたらなと思ってます。はいはい。さっきの話で2つなんかアイテムがあったんだよね。1つは、なんだっけ、 トレビューみたいな、リュートか、リュートを使ってアイテムを集めると。おお、まあ、こんな感じで、ビュー、ビルドビューっていうのを表示して、資源ゾーンが重なり出現するまで移動する。なるほどね。で、出現するまで移動して、R を押して、アレイを出現させて、物資を集めてもらうと。すごいよ。で、アレイが回収したものは？ルートを使って石を集めよう。あ、はいはいはい。ここに全部入れてくれるんだ。移動する。次は石ね。オッケー。もう一度やろう。今回は石集めのためのメロディーを流す。石集めのメロディー。ホッパーの、あ、なるほどね。ホッパーの中に何を集めるかっていうのを選択できる、ようになってて。例えば今下の画面中央下の石を集めるのところにカーソルを合わせたまま、ビルドビューに入って、
お先か。ああもう出してんのか。次はアレイを激励するメロディーを奏でて必要なものを作ってもらうんだ。アレイを激励するメロディー。君もこっちまで来ることができるよ。アクションどこ？あ、はい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 。スロープを使ってアクションのところまで行きましょう。あ、見てこれさ、中央下にさ十字キーのマークがあって、それで、まあ、何を作る、集める、村、召喚の4つのコマンドがあるね。スロープを選んで、で、ビルドビューか。アレイが構築した足場は階段としても使用できるよ。捉え方次第だね。これはどっちの方向に、ちょっとわかんないな。スタートピースを配置、とりあえず配置しちゃっていい？あ、へえ。スタートピース配置って押して、あ、なるほど、すごいこれ。え、すげえ。こんな感じで、え、なんかちょっと斜めにしたいとかできるんだ。使って階段を立てるのに必要な道具は、ここはね、ちょっと几帳面なんでまっすぐ立てたいと思います。いや、待って待って、嘘嘘嘘。ちょっとこれはできる限り斜めにしちゃおう。こんな感じで確認。あ、すごい、一瞬で作ってくれた。これめちゃくちゃ斜めの階段。来れた。アクションのとこまで来ましたね。かなり時間を節約できるよ。はい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 。創造の炎を使って友を戦闘に呼び寄せるぞ。なんかさ、感覚としてはさ、自動でやってくれるフォートナイトみたいな感じ。次はあれか、召喚銃を召喚して何かするみたいな感じかな。アクションチェストを開く。炎を灯す。ソナーのメロディーを使ってさっき出会ったゴーレムを呼ぼう。はいはい、召喚ね。これか、マレーシーゴーレムのスポナー、イタゴーレムのスポナー。ちょっとマレーシーからまずやるか、まあ、こんな感じで位置を選んで、で選択と。じゃあアレイが作ってくれてスポナーができた。それぞれのスポナーには仲間を呼ぶことができる創造の炎があるよ。早く仲間を呼んで。仲間を呼ぶのは自動じゃないんだ。コール、違うな、スポーンか。あ、長押しね。あ、かわいいかわいい、見て出てきてくれた。ちょっと近くで見たいな。あ、いいね、かわいい。なんだろうこれ、ドラえもんにさ、こういう感じの像いなかったっけ、映画のやつで。わかるかな。あ、3体ね。もう1体呼べばいいのか。 OK、 いいね。ゴーレムにとってはこれが初めての戦闘だけど、君のすぐ後ろで集結してるよ。勇気の旗を使って君の仲間をこっちに連れてきてみよう。なんかさ、ご丁寧にさ、そのキャラの位置によってさ、音量が変わるんだけど。モブの集結。うわ、ピクミンだこれ。おいでー、おいでー、ピピーだ。ピピー、かわいい、めちゃくちゃかわいい。なにこれ、楽しいんだけど。え、早く戦闘やらせてほしい。旗をもう一度掲げてゴーレムたちを止めよう。あー、なるほどね。ピピーで止まるんだ。あ、長押しで、あ、これで止めるってことね。オッケー。で次は、え、どういうこと？旗、X を押して、あー、そういうことか。ちょっとこれカーソルのさ、位置が分かんないからさ。あ、でもあれか、目の前ってことか。こんな感じ？こんにちは、小さなお友達。運命の泉の中にピグリンがいるなんて考え。ちょっとナレッジ遠い遠い。君が戦闘で旗を使う練習ができるようにダミーを。声ちっちゃ。見て。もうここまで来たらさ、わかんないもん。ピグリンと戦う。ゴーレム集めるかまず。おいでおいで。かわいい。
可愛いんだけど。それでそれで。これ何？あ、こいつらピグリンか。ちっちゃいな。X をしてピグリンピットを破壊するように指示。こういうことか。頑張れ頑張れ。あ、これかピット。ピットピット。あ、言ってくれてる言ってくれてる。ちょっと声がちっちゃいな。はいはいはい。あ、A で自分も攻撃できるんだ。ちょっと見てるだけで申し訳なかったな。はい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 。早く急がないと。急げって。オッケー。あ、なるほど。オッケー、ナイス。ここで習得したことを本番の戦いで活用するんだ。きっとピグリンは手も足も出ない。はい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 。できたよね。急いで。ごめん、スキップしちゃった。おお。あなたの勇気に感謝を。味方に迎えられて光栄よ。僕たちは君と共にある。で、出撃と。めちゃくちゃワクワクするね。あ、オーバーワールドに戻ってきたわけだ。すごいすごいすごい。いいね。なんかさ、やっぱり違うゲームなだけあって、マイクラとは違うキャラクターとか見た目になってるね。村があなたの助けを必要としてる。君はコンパスとマップを持っている。それを利用して正しい方向へ向かうんだ。はいはい、こっちが襲われた村ね。わ、ごめんごめんごめん。そういやそんなんあったわ。着地ダメージあったわ。オッケーオッケー。君に初期素材をいくつか提供したが、先に進む間にもアレイたちが素材を収集できることを忘れるなよ。オッケー。多忙なアレイは幸せなアレイなんだよ。アレイを使ってじゃあ集めますか。こういうことね。ちょっと復讐がてら集めつつ戦闘に備えようか。集めてくれてる？ラピス、新しい資源ね。はいはいはい。襲われた村へ行こう。マップ見ようか。運命の泉、ここが一番初めにいたところね。そこから村まで、今進んでるところと。いや楽しい。めっちゃ戦闘楽しみなんだけど、このやっぱマイクラの風景だからこそワクワクするってめちゃくちゃあるよね。いや、いいなぁ。しかもさ、多分このゲームやる人ってマイクラ結構遊んだ人がやると思うんだよね。初見でこのゲームってよりかはマイクラを経てこのゲームやってる人が多いと思うんだけど、やっぱそういう人にとってはさ、アイテムとか素材をさ自動で集めれるっていうのはすごい夢があるよね。そして戦闘に特化してるこのゲーム楽しみ。これアイテム集まってんのかな。わ、見て、狼の群れ、かわいいかわいい。あ、来てくれんの、かわいすぎる。ついてこい。かわいい、マジでかわいいんだけど。やば。待って待って、これ何、オウムか、なんだこれは。オッケー、来いお前ら。やべえ、楽しい。やっぱさ、マイクラにできなかったことができるっていうのはやっぱめちゃくちゃいいよね。さてさてさて、進行方向はこっちなんだけど、山を越えないといけないのか。迂回するか、まあ、越えるか、迷いどころだけど迂回するか、いや越えてくか。いける？あ、余裕だな、さすが。でも狼は置いてかれてるね。
まあ進んじゃうか。やばいやばい、落下ダメージあるの忘れてた。まあこう、あー、ごめんごめんごめん、すまんね。お、回復した。あ、そういうのあるんだ。ちょっとこの辺でもあれ出しとくか。この辺石もあるかな。石この辺結構、あ、収穫する資源はありませんって出るんだ。へえ、これどれぐらい石が集まったかどうかとかは左下に出てるんだね。結構いっぱい集まってる。でこのさ、アレーのさ色が、あー、そういうことか。斧を持ってるアレーが5体とツルハシを持ってるアレーが3体いるわけだ、左下ね。なるほどね。じゃあもっとガンガン使ってってもいいな。痛い、痛いよ、痛いよ、ごめんね。おいで。さあさあさあ進んでって。ということで襲われた村にたどり着いたんだけど、あ、やばいやばい、やばいやばいやばい、あ、やばいやばい、マジでやばい。かわいそう、キツネかわいいな。キツネかわいいんだけどモフモフしてて、捕まってる。やばい、キツネ、キツネさんやめてやめて、キツネさん。そこでやり合うの。いや、ピグリン怖え。オッケー。だから、まずスポナー貼ろう。まず急げ、ピグリンを全部始末しなければ。スポナーを貼って、オッケーオッケー、建設可能な壁。なるほど、危ない。ちょっと近くのピグリンまずやっちゃおう。ピグリンが落としたラピスはスポナーの燃料として使える。で、スポーン、ラピスを集めて火を燃やし続けるんだ。スポーンしとこう。戦え戦え、オッケーオッケー。で、あー、なるほどね。押す、フォーカス標的と、あー、突撃ってやればみんな言ってくれるんだ。一体か。じゃあガンガン A ボタン連打していいのか。こんな感じ。なんか感覚としてはなんだろう、三国無双、戦国無双とかに近いのかな。拠点を取っていくっていうゲームだもんね。ケージを開く、あ、なるほどね。これで村人を救出できるわけだ。開けたらなんか戦力が増えるみたいなのあるかな。 OK、 画面中央上側に出てるメーターがあんまり分かってないんだよね。ちょっともっとあれだな、スポナーを置いてで出しちゃおう。こんな感じ。ああ、満タイね。 OK で、んー、なんだっけ、 Y か。あ、そか、ついてこいってして一緒に戦いに行けばいいのか。こういうことね。ピグリン他どこいる。まずここ助けよう。OK、 まだピグリン残ってるね。どこだろう。あ、いたいたいた、こいつだけか、もしかして。あとちょっとだったんだ。でもなんとなく戦闘の仕方は分かったね。おい、ちょっとこれまず1戦目は多分チュートリアルだと思うから、
次の戦いがどうなるのかが楽しみだね。出したけれど村は壊滅させられてしまったわ。なるほど。ピグリンが噴水をめちゃくちゃにしてしまったの。はいはい、はい、大工の小屋は近くにある建造物を修理するんだ。アレイに小屋を作らせてみよう。アレイに小屋を作らせてみる。あ、これ？あ、なるほど。違う、こういうことか。確認。なるほどね。なんか特定の職業の、ゴーレムを配置するために小屋を建てないといけないのか。わ、かわいい。こいつはかわいいな。ゴーレムかわいい。で、押して、大工建てた。あ、はい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 。でもう自動的に、だからあのスポナーと一緒だよね。もう大工小屋を建てといたら、その大工小屋を拠点に勝手に周囲のものを修理してくれってわけか。ちょっと開けとこうか。なるほど。世界を旅してメロディーを学びましょう。別の村の攻撃へ襲われている村へ行こう。なるほどね。だからこんな感じでオーバーワールドを散策しつつ、まあ、他の村をガンガン救っていって、この中央の 13%、14% って書いてる、あ、違うな、これはこのメーターはこの村が、どんだけ復興してるのかのメーターだね。だからこの村は今 16% 復興してますよってことか。まあ、こんな感じで他の村にも行って戦ってガンガンオーバーワールドを、平和にね、導いていこうって話か。なるほどね。行き先がわかる。お、なるほど。わ、いっぱいあるな。今ここでしょ。次ここか。これさ、新しい素材とかもさ手に入りそうだよね。はい、ということで一旦パートを区切らせていただこうと思うんですけど、マインクラフトレジェンズいかがでしたでしょうか。まあ、次回からねちょっと他の村をね散策していこうかなと思います。もしよければ次回のパートでお会いいただけると嬉しいです。またチャンネルの、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、アグでした。よろしくお願いします。